전용 가운데 주에서 주에서 your presence.
コンチネンタルファンの皆さんにお気楽しをお願いいたします。海辺のステージが海辺の教会になりましたね。愛せ晴れ、優勢るやですよ。ね、いや、いいんです、いいんです。面白かったです。ライブですから、皆さんに気持ち伝わってますか。本当 YouTube ダメですよ。すぐ開けてください。書き込んでください。いいねって押してくださいよ。お願いします。 さあ、本日はスペシャルゲストをお招きしています。吉本新喜劇はもちろん、テレビイベント大活躍のこの方、大きな拍手でお迎えください。宇都宮直樹さんです。どうもこんばんは。吉本新喜劇の宇都宮真希です。よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。こんばんは。はい、真希だよ。はい、ここにいますよ。 元気？ありがとうございます。今からコンサート始まりそうですけど、素晴らしい歌声なんで、私もすごくテンション上がりました。いや、すごいですね。まあ言うても、マキさんもビッグポロのというアーティストの一人でもありますね。いや、もうこんなプロの方の前で言うのすごく恥ずかしいんですが、実は私もですね、 あのビッグポルノという、あの下ネタラップを歌うというね、あの新喜劇の小籔さんとレイザーラモンさんと、あと今ベップってわかります？あのピンプルピンプルドンっていう人ね、あの人と一緒に、あの下ネタラップを歌ってるんですよ。知ってる方拍手ください。知らない方も拍手してくださいよ。ありがとうございます。知らない方の断然多いですけどね。 あとお子さんも拍手していただいてありがとうございます。今日はそれ思いまして、このビッグポルノのチラシも持ってきていただきましたんで、興味ある方もない方も無理やりですね、持って帰ってください。あのですね、11月の16日の土曜日に、あのナンバーのアメ村のジュールというクラブでビッグポルノのライブがありますので、もしよろしければ18歳以上の方ね、ちょっと大人のライブですので、あのおっぱいとかお尻とかをちょっとこう 言ったりするので、できる大人の方に来ていただきたいなと思うんですが、今びっくりするぐらい引きましたよ。大丈夫ですか。ファーッと音聞こえましたけど。はい、そういうの言ってますんで、言ってます。はい、もし興味ある方がいらっしゃれば、ぜひビッグポロの検索して来ていただきたいなと思うんです。お願いいたします。じゃあちょっと雰囲気をクリスマス戻したいと思いますが、いよいよクリスマスが来ますよ。なんか思い出とかありますか。クリスマスの思い出ですか。いや、あの、私ここもう5年ぐらい、 あの、実は彼氏がいなくてですね、毎年クリスマスって寂しいじゃないですか、彼氏いないものにとっては。だから、あの、ハイヒールのリンゴさんご夫妻と、
私と3人で過ごすというもう恒例の行事みたいになってまして。それはご飯を一緒に食べるんですか？そうです、ご飯食べてもう私がベロベロになって寝るまで一緒に付き合ってくれるんですよ、ハイヒールのリンゴさんご夫妻がね。向こうにとってはいい迷惑ですよね。そうなんです。ほんでね、それがずっと続いてたんですが、うん、去年のクリスマスなんと2人で旅行に行きはったんですよ。だからよっぽど嫌やったんかなと思って、で私一人でどうするんですか、私一人でクリスマス過ごさないといけないんですかって言ってたら、なんと相方の桃子姉さんが、じゃあ私一緒に過ごしてあげるわって言って、次は桃子姉さんのご家族と一緒に過ごさせてもらったりとか。お子さんもいらっしゃるのに多分めっちゃ迷惑やと思うんですが、大きい長女が加わったんですね。はい、大きすぎる長女が加わりまして、じゃあ今年もしかするとそのハイヒールのどちらかと過ごすかもしれない、はい、そうですね。でももしかしたら桃子姉さんも今年は旅行行けるかもしれないのでそれ合図ですからねそうなったらまた新ケーキの、まあ、イマウェップもしくはミスターオクレさんとクリスマス、はい、過ごしましょうかね。なかなか楽しそうですかね。おくれさん私すごく仲良しなんで。あ、はい、あの普段はみんなの前ではおくれさんって呼んでるんですが、うん、二人きりの時はあの本名の岡田って呼んでるんですよ本名岡田さんって言うんですけど、初めて知りました。そうです、もう私はもう岡田さんじゃなくて岡田でいいでよって言われて、で呼び捨てで岡田って呼んでます。それくらい仲良しなんで、今年ちょっと誘ってみようかなと思。楽しくなるかもしれませんねかもしれませんね。さあ北田さんはクリスマスの過ごし方で言いますと、ガッチリ歌いっぱなしですね。クリスマス